斉藤です。今日は1点目ですが、まず1点目ですが、小田島選手のボール返し、代名詞と言われる菅田のパスです。爆発しましたね。本当に狙い通りなところに行ったので良かったです。そして2点目は小田選手が残したボールを利き足とは逆の右足で冷静でした。本当に優勝というか相手引きつけて